どうも、りょうまです。今回も、七海小学校七不思議の続きをやっていこうと思います。前回ね、七不思議七個目の、あれが、花子さんだと思いきや、こっくりさんだったっていう、なんかちょっとね、急展開になったんで、佐藤くんってどこにいるんだ？はぁはぁはぁ。佐藤、上級生じゃないの？そう、同級生なのわからないわ。え、これさ、多分これ目立つ感じでいるよね。佐藤くん、そんな旦那のやつ知らないな。ちょっと待って、これさ、もしかしてさ、佐藤くん普通の人間とかじゃないよね。え、お化けだったとかっていう話じゃないよね。俺がさ、公園のために向かったけど、それらしい子見たことないな。なんかちょっと怪しくない？なんかさ、誰も知らないっておかしくない？ほら、みんな知らないもん。え、お便所にいたりしないよね。いないよね。食、あ、わあ、僕じゃん！わ、あ、先生！あ、もう、すぐ授業始まるぞ。朝休み中に話したい友達がいないのだが、クラスがわからないと話した。探してきてやろうか、名前は？名前、佐藤くんって呼んだことしか。佐藤？佐藤とか里中とか？どんなやつだ？背は？メガネはしてるか？顔に何か特徴は？顔は、佐々木はそこで気づいた。全く佐藤くんの顔がわからないのだ。やっぱりこれ人間じゃないんじゃない？なんでだろう？全然思い出せない。佐藤くんに顔にまるでもやでもかかってるみたいに何も。それに一年のどの教室にも佐藤くんが見当たらない。どうして？佐々木は午前授業終わってから佐藤くんがいつもまた裏庭を訪ねようと思った。そうだね。いつもいるもんね。裏庭に行ってみよう。これなんか、普通の人間じゃないってやっぱり佐藤くん。いるかな？はぁ！どうなんだろう、話しかけたら。いや、ゆうき、どうしたんだ、そんな顔して。俺は今日は腹が痛くてずっと保健室にいたよ。いやー、教室にいなくて、行けなくて参った。聞いてないのに教室になかった理由喋り出した。まるでどこかで探し回る佐々木を見ていたかのようだ。佐藤くん。佐藤くんは本名なんて言うの？それに僕、君の顔が、なぜかわからない。話してるときは違和感がないのに、思い出そうとすると、全然君の顔がわからなくなるんだ。ねえ、これって、どうなんの？そうか、気づかれしまったか。え？なんだ？あれ？僕今何してたっけ？これ、こっくりさんやってんじゃない？こっくりさせるために亀がある。え、あ、これ動けんだ。すげえ、本当に動いたよ、ささっち。次の質問しようぜ、次の質問。そうだ、僕、スズッキーとヨッチンとこっくりさんしてて。ささっち、3問目、3問目、質問しようぜ。いやいや、やだよ、3問目で取り憑かれるって噂じゃんか。僕は2問目までにする。う、お腹痛くなってきた。あ、やべえ、ささっちの腹痛が。ん？公園？あれ？また場所が変わった。ここは、あ、家の近所にある公園だ。母さんが迎えに来るまで遊んでよーっと。あ、え？何？普通に遊べんの？あははは。1、2、3。なんだ、かくれんぼでもしてんのかな？砂遊びしてる子がいる。正面から話しかけてみよう。え、なんで正面？ねえ、一緒に遊ぼうよ。僕はユキ。もちろん俺はコックリさんって呼ばれてるぜ。え？こっくりさん？いや、やだよ、そんな怖い名前。あははは、冗談で、俺は悟りって言うんだ、本当は。そっか、じゃあ、佐藤くんだね。二人はしばらくその遊びをしていた。なあ、違う遊びでもしないか？こっくりさんとか、エンジェル様でもいいぜ。どっちも俺が名前を借りて動かすだけだし。え？いや、やだよ、僕はどっちもんで魂取られちゃうらしいし。そうか、なあ、俺になんか質問はないか？なんだっていいんだぜ。質問？じゃあ、佐藤くんはどの辺にあるの？なんだ、俺についての質問だと質問にならないんだよな。他にはないのか？難しいな。思いついたら、きっと言うね。他の遊びもしようかな。え？なんかめちゃくちゃでかい蝶みたいなの止まってない？大きな時計に、あ、ガか。ガが止まっている。高くて手が届かない。あれ？時計の針動いてない。え？
ゴミ箱。え、持ち上げる持ち上げる。何これ持ち上げる。重い。どこに置こう。え、なんで。あ、めっちゃ動くの遅くなってる。え、どこに置くの。これ目の前とか。ここに置けんのかな。どうした。砂遊びもうおしまいか。コックリさんなんかするか。え、しないよ、コックリさんは。あ、これで取るってことか。え、ここの方がいいんじゃない。ちょっと待って。え、ここでいいの。あ、いけたいけた。上に乗る。はい。大きいがだなぁ。あ、飛んでいってしまった。あー、ゴミ箱から降りようっと。なんだ？急に時計が動き始めた。なんで突然夜に？違う。そうだ、僕裏庭で、高校生の佐藤くんと話をしてたはず。ここはどこだ？なんで急に？勇気どうした？帰るのか？わ、佐藤くん。君は一体。俺は悟り、こっくりさんと呼ばれてることもあるな。昨日銅像に見せられ、銅像に見せられ、本当の七不思議。そこに乗ってるこっくりさんも俺のことさ。ああ、俺は七海小の会だが呼び出されて、外行くこともいいのさ。小一の頃お前たちがやったこっくりさんみたいにな。お前さんは二問目でめちまって、そのまま七つになって俺が見えなくなったな。だから取り付いて、あるかわからない三問目の質問をわざわざ持って行ったのさ。お前に見えなくても今日までずーっとな。三問目の質問をしたら魂を取られる。ふふ、身構えなくていい。三問目はこのもん、ん？この間、聞いてきただろう。鏡の影響で俺が見えるようになった後に。七海小の七不思議って知ってるってさ。あ！安心しな。まだお前を殺そうと魂は取れないよ。俺より強い怪異が優位に辿り着いてるうちはな。鏡のこと？違うぜ。鏡ぐらいなら弱いもんだ。お前がまだ呪いを解いてない怪異。赤い女だよ。鏡に呪われた日、見ただろう？え、鏡が、あの日に見たのは、鏡と花子さんせいぜい動いてない時の金次郎くんぐらい。俺は、窓を割ったりして警告しちゃったのにな。俺は随分いいやつだろう。俺より先に赤い女を解決した方がいいんじゃないか？赤い女の呪いを先に解いたら、佐藤くんは僕の魂を。僕は先に佐藤くんをこっくりさんの呪いから解くよ。そうか。うええー、何これ、学校の中戻ってきた。ちょっと一回セーブしとこう。なんかすげえここ、お目目がチカチカする。何これ、次どこ行けばいいんだ。これお外で、あれこっから出れたよね。出れない。ここは？あ、鍵かかってる。テンプレートの出口と書いてある。あれ、まあ、そこあれだよね。え、これ血？なんでいるの、ここに。私が悪いんです。悪いのは私なんです。何に謝ってるの、一体。これ先生だよね。おはよう、佐々木。授業はちゃんと出なきゃだぞ。え、首がえらいことになってますよ、先生。柔らかいんですね、首。ちょっとお便所行ってみる。おはよう、佐々木くん。外に出るなんて良くないことだよ。え？なんで？外出ちゃダメなの？あー、なんかみんなお、え、なんかお顔に穴開いてない？おはよう、佐々木。外に出るなんて良くないことだよ。え、なんか、みんなあれだね。同じこと言ってる。うわー、お目目がいっぱいある。見えてる、ずっと後ろに取り憑かれてたよね。見えてたの？自分ずっと取り憑かれてたんだ。あー、クマちゃんのぬいぐるみがある。クマのぬいぐるみが落ちている。あ、それだけ？ここは？あー、なんかまたいるけどみんな置かないんでしょ？あやつ、あー、なんかみんなあれだね。え？これ誰に話しかけてもあれ？言ってること一緒？あ、ほうほうほう。え、これあれかな？この人たちはあんまり、話しかけても意味ない感じはまた違うるよ。あ、一緒だね。この人もあれか？あ、一緒だね。どこ行けばいいんだこれ。え、光ってる。何これ。何かが落ちている。なーい。え、なんだ。勇気、ここは出たいなら、鍵を探すんだ。
でもその鍵は誰かの体の中だ。それで切り開いて探すんだな。もっともお前の魂だと三度も刺したら探すより先に狂っちまいそうだから、刺したくなければおとなしく諦めろ。何これ、刺さなきゃいけないの？なんかさ、あの人刺してみる？なんかね、ちょっとね、怪しかった気がするんだよな。この人、こっから行ってみる？行ってみる？やんなきゃいけないんでしょ、どうせ。刺す！なんだ？本物みたいな感触。嫌だ、嫌だよ。あれなんだろう？これ、何かある？あ！やっぱり一発で行ったんじゃない？これ。え、待って、これ一回セーブしとこっか。ちょっと一回セーブして、で、でも鍵手に入れたからもう出れるはず。鍵を使った。はっ！現実？戻ってこれたのか？呪いを解くにはポックリさんの、ヤシロを先、解き放たないと。ヤシロ、裏庭には何かあった気がする。裏庭急ごう。なるほどね。ちょっともう一回一応セーブして、なんだ？勇気、お前の魂が赤い女に取られるとしても、俺の石を壊すつもりなら容赦しない。お前を殺す！逃げなきゃ！やめて！ちょっと急いで！早く！壊すんだ！早く石を開けよう！行け！やめろ！石を開け放つ！放つんだ！行け！わあ！石を開けた瞬間、たくさんの人玉のようなものがわっと飛び出してきた。人玉は散り散りに逃げるように去っていった。はっ！ううよくも勇気。佐藤くん、だいぶ弱ってる。あの人玉みたいなのが力の源だったのかな？そういえば昔から霊感はないけど、何かくんに守られた気がする。え？赤信号に気づかないとき、何かが倒れてきて気づいたり、花瓶が落ちてきたとき、物音に驚いて立ち止まって無事だったり、守られてるね。もしかしてあれも、佐藤くんごめんね。僕が呪われないよう警告してくれたのに聞かなくてごめんね。赤女を殺して、七海床に埋めたやつは、これあれじゃない？あの人じゃない？さっきの。え？スコップを持って、赤女を殺した犯人？スコップ？そや前に里中さんが、スコップを持って校内入っていかなかったかって。里中さんが見たのって。やっぱそういうことですか、それは。これはなんだ、また。あ、あれ、夜になってる。スコップを持った人、気になるな。そうだ、ずっと校庭にいるんだから、金次郎くん何か知らないかな。え、聞こう、ちょっと待って、一回その前にまた。あ、セーブできないんだ。さっきお話聞かなきゃダメか。いや、ユッキーどうしたの？スコップを持った人影？見てよ。あれは人間だね。フードをかぶってて。どんな人かわからないけど。ちなみにここ一週間毎晩来てるよ。なんて言ってくれなかったの？僕にあまり関係ないことだからね。いや、やっぱり妖怪だ。なんでスコップなんだろうね。何か掘り返すつもりなのかな。校庭なのにね。赤い女の死体は校庭にあるって噂がある。赤女の呪いを解くために死体を探してる人？それとも、コーナーに隠した死体を解体前に他の場所に隠しに来た殺人鬼だったりしてね。あははは。佐々木は学校になるか怖くなった。それでも最後の回、赤い女を確認するために、明日も学校へ入らなければならない。え、もう最後か。4月12日日曜日。あと赤い女さえ実践すれば、鏡の呪いが解ける。朝まで逃げ切るか死体を見つけ出せば助かる。おお、とうとう最後。セーブポイントがなくなってる。早いけど、七海小へ行こう。そうだね。なんだ？あ、どうしたんですか？こんなところで。今日は日曜日ですよ。あわわわわわ。里中さんに用があって。わ、私に？一体？その、よければとりあえず、用務員室に来ますか？お茶から出しますよ。この人やばい人なんじゃない？今開けますね。あ、お茶が切れてますね。待っててください。職員室に何か買っておいたものが。お、お気遣いなく。どうぞくつろいでてくださいね。あ、よかった。セーブポイントあったよ。
お話をね、聞こうと思ったんですけど、ちょっと長くなっちゃったんでね、今回はここで終了にしようかな。次回ね、多分これ最終回じゃないかなと思うんで、次回ね、またやっていこうと思います。ということで、ご視聴いただいた方、ありがとうございました。